僕のマンション総合庁なんだ。私たち米花町です。じゃあ近いね。バスですぐだよ。次の日曜日遊びに来ないか。君にはその笑顔がよく似合うよ。この道より我を生かす道なし。この道を歩く。これが私の好きな言葉だ。ぜ、まいったな。ん？ドリル、どこ行くんだ？ロムとロリンゴの匂いがするんだ。この近くに木があるはずだ。さあ、召喚は存じませんが。ところで、地下のゼッフル粒子も気になります。とりあえず、陛下にはノイエ算数師にお帰りいただこうと思いますが。はぁ、あれ？松切坊主がいないぞ。どうやらうまく逃げちまったようだな。さて、あとはあの子に任せてメカドックへ戻るかな。例に言っといてくれ。ネオニトロかなんだか知らねえが、たとえ火の玉でも運んでみせるぞな。待て、うん、飛んだ時間を食っちまった。あと1時間か。サービスエリアはパスだ。それが原因かな。え、君がどうしても一人前になれないってわけだよ。君が守るのはどこだい？あれは外国じゃない、四国というところさ。四国？うん、俺はサーカスにいた時何度も渡ったことがある。あそこにはとてつもなく強い男たちがいるんだ。そう、今回はミケロたちにも手出しを控えるよう言ってあります。せっかくの好カードを台無しにしたくないですから。ですが変ですね、肝心のガンダムローズはどうしたのでしょう。おい、じゃあよ、あの女は勝ったら俺がつまりもらうぞ。キヤー、キリコギャー。なんだこのざまは。てめえら、まさかこんなガキどもに足止めされてやがるとは。てめえらもまとめて一緒に俺の手で殺してやろうか。シャクシ。日本では南葛と東方同時優勝だったそうだな。だが俺も伊達に3年間西ドイツにいたわけじゃない。はっきり言って翼のいない全日本、お前たちに 100% 勝ちはない。ましてや我欲のためにアテナを裏切り、ハーデスに寝返った今のお前たちのコスモは汚れきっている。そんな薄汚れたコスモがいくら束になったところで、この氷河の敵ではない。オーロラ三大